水瓶座の時代はこんな風に誰に何と言われても孫に恥ずかしいと言われても自分の個性を表現することで運気が開けるという、まあ、そういうサザエさんからのメッセージなのかもしれないですね。皆さんこんにちは、スピーチャリッチサンリンです。今日もありがとうございます。このチャンネルでは2ヶ月ほど前から占星術や月の周期に合わせた開運情報をお伝えしてきています。宇宙とは例えるのであれば大きな海、そして人間一人一人はその海を航海している船です。海にも荒れているところや波が高いところや渦を巻いているところや潮流といったものがありますけれども、占星術やホロスコープでその時々の海の状態を見るということは、どのタイミングでどのように航海すればうまくいくのか、反対にうまくいかないのかを予測するということでもあります。例えば僕たちは日常生活においても天気予報を参考にして服装を決めたり傘を持っていくかどうかを決めたりしますけれども、それとも感覚が似ているんじゃないかなと思います。ちなみに自分自身を船に例えるとすると、その船を頑丈に補強したり、もっと快適に過ごせるように船をアップグレードすることもできるんですね。でその方法が、そう、最近お伝えしているこの月のリズムに合わせて生活をするということなんです。女性の生理周期や動物の産卵周期から見ても、人体やその他の生き物と最もつながりが深いと言われているのがこの月なんですけれども、月と歩調を合わせることでいいことが頻発するようになりましたとか、調子が良くなってきましたとか、運気が良くなってきたように感じますという、そんなお声をこれまで多数いただいています。今日は4月14日午前5時42分から4月16日午前7時57分までの水瓶座に月がある期間の開運アクションについて、そして次に4月16日午前7時57分から4月18日午前10時9分までの月が魚座にある期間の開運アクションについて、この2つについてお話していきたいと思います。それでは早速、4月14日午前5時42分から4月16日午前7時57分までの水瓶座に月がある期間についてお話していきましょう。前回の説明の際に水瓶座のイメージを波平のヒップホッパーデビューと例えたんですけれども、今回は皆さんこちらを見てみてください。これ誰かわかりますか？これ実はですね、伊佐坂先生なんです。それとこれも見てみてください。これは言わずもがな松尾さんですね。この突拍子もないインパクトが水瓶座のイメージです。英語で言うと Out of the box、 常識や想像の外に出るサインということなんですね。風の時代は水瓶座の時代とも言いますけれども、それくらい今までの常識が通用しない世の中になるということが伝わっていれば嬉しいです。先月3月24日に冥王星が15年ぶりに山羊座から水瓶座に移動しましたけれども、今回はその3月24日以降、水瓶座に初めて月が回ってくるタイミングです。先月3月は占星術の世界でも今年2023年最も大きな動きのあった月なんですけれども、そんな1ヶ月だったので大きな出来事があった方もそうでなかった方もいらっしゃると思うんですけど、みんな細胞レベルまで天体の影響を受けていますので、3月は心がなんとなく落ち着かなかったなという方もいるんじゃないでしょうか。予想もしなかったことが起きるのがこの水瓶座のサインですので、もしかしたら非常にショックな出来事があった人もいるかもしれないです。予想外のさらに外の事態になってしまってどうしていいかわからないっていう人もいらっしゃるかもしれませんが、これからの時代はそれが普通ですので、これから大きな変化に臨機応変に対応できるように心がけておきたいですね。水瓶座のラッキーカラーは蛍光色やターコイズブルー、そして透明でクリアな色です。他のサインとは明らかに毛色が違っていて個性的ですよね。またこれからの時代は生涯大企業に勤めるというよりかは一億総フリーランスになっていくと言われていますけれども、組織に所属せず自由に動き回るフリーランスという働き方もこの水瓶座だと言われています。ですのでこれから組織に所属せず自由にやっていきたいなと思われている方は、この時期はフリーランスになるための準備を本格化させたり、自由に動き回れる生活の土台作りのための行動を起こされるといいんじゃないかなと思います。この時期は水瓶座のキーワードでもある今までの自分とは明らかに違う選択をするということを心がけてみてください。今までの自分のコンフォートゾーンから大きく出る決断がいいと思います。普段とちょっと違うみたいな中途半端な感じじゃなくって、もう麻薬をねやってみてほしいんですね。例えばいつも誰かといないと不安になってしまう人は、あえて一人でランチを取ってみるですとか、いつも計画通りきっちりしないと気が済まない方は、たまにはノープランでもいいよねと逆の行動をとってみる、
あとは反対に目標やゴールを設定せずになんとなく生きてきたという方は、一度きっちり人生の方向性や目標と向き合ってみてください。家を建て直したいなと考えるとき、古い家を残したまま同じ敷地内に新しい家を建てることはできないですよね。一度古い家を完全にぶっ壊して更地にしないと、その上に新しい家は建てられないんですよね。水瓶座のキーワード、革新、革命を起こすには、冒頭の波平さんや伊佐坂先生や松尾さんのように今までの自分をぶっ壊す必要があるということです。体でいうとふくらはぎを管轄していますので、この時期のダイエットはふくらはぎ周辺を特に意識してやると効果が出やすいと言われています。また各星座は存在する物事すべてをそれぞれ司っているんですけど、水瓶座は占星術自体を司っています。冥王星が水瓶座に移動した今、今まで以上に占星術が効いてくるはずですので、興味がある方は本格的に占星術のお勉強を始めてみるのもいいかもしれません。 NG アクションとしては、水瓶座は横のつながりを大切にするサインですので、他者を批判したり、あとは自分とは個性が異なる相手を否定すること、こういったことが NG ですね。そして水瓶座は他人も認めるけれども、それ以上に自分自身のことも認めているサインですので、自分責めも NG です。いつも自分責めをしてしまうという方は、自己肯定感が上がるようなワークをこの期間に集中してやってみるのもいいと思います。また古くなった電子機器をそのままにしておくのも NG です。というのも、水瓶座は最先端のものや最新のものを司っています。なので電子機器やインターネット関連のものに関しては、新しいものをどんどん取り入れるようにしてみてください。波平がヒップホップデビューしたり、伊佐坂先生がサングラスにキャップを後ろかぶりしたり、松尾さんがショッキングピンクのジャケットを羽織るように、これからの時代もう何が起こってもおかしくないということなんですね。主婦の方が起業して社長になるとか、学校に馴染めなかったお子さんが才能開花して一躍時の人になるとか、そういうことがどこで誰に起きてもおかしくない時代なんですね。ちなみに波平さんはヒップホップデビューした後、このどう形容していいかわからない、もはやもう全くわからないファッションにも目覚めてしまうんですけれども、タラちゃんに恥ずかしいですと言われても全然気にする様子がありません。水瓶座の時代はこんな風に、誰に何と言われても、孫に恥ずかしいと言われても、自分の個性を表現することで運気が開けるという、そういうサザエさんからのメッセージなのかもしれないですね。それでは次に、4月16日午前7時57分から4月18日午前10時9分までの月が魚座にある期間の開運アクションを見ていきましょう。魚座は12星座1の慈愛に満ちた心優しいサインです。魚座は乙女座と並ぶ浄化の2大サインなんですけれども、目に見えるものや体の浄化が得意なのが乙女座に対して、目に見えないものや感情の浄化が得意なのが魚座です。涙は魚座の管轄なので、この期間に涙が出てくることがあったら魚座の波動とマッチしていると思ってください。涙は最高の心の浄化とも言えますので、悲しみ、喜び、感動なんかで涙が出るときは、何かしら目に見えない物事の浄化が起きているという意味にもなるんですね。魚座のラッキーカラーは淡いパステルカラーや水のサインらしく水色、僕も今ねこの髪色水色にしているんですけれども、これが魚座の色です。ラッキーモチーフは水玉、涙型、あとはドロップ型です。新学期のシーズンでお子さんの学校用品を揃えている方、お子さんに水玉のレイングッズを新調するなんていいかもしれないですね。パステルカラーのイメージ通り、魚座は夢の世界です。なので皆さんの中にもファンが多いかもしれない夢の国ディズニーランドも、実は魚座の波動が高い場所なんですね。魚座は精神世界やスピリチュアルも管轄していますので、この時期はヒプノセラピーや夢占い、ヒーリングといったスピな活動はすごくおすすめです。魚座のように水のサインに月があるときは、水に触れることもラッキーアクションになります。例えば温泉に入ったり、海を眺めに行ったり、あとは浜辺を裸足で歩くっていうことも魚座的な開運アクションになります。また水彩画も魚座管轄ですので、描くのが好きな方はこの時期ぜひ夢の世界を描いてみてください。魚座のラッキーフードはお寿司やお魚、海鮮、わかめ、ひじきなど海の幸全般です。それとさっきも言いましたが、水のサインなので上質なお水を多めに取るように心がけてみてください。魚座はお家の中ではトイレを管轄しています。この期間は家の中でトイレだけでもいいのでお掃除してみてください。 NG アクションとしては、魚座は慈愛のサインですので、愛を伴った行動をしないことです。この愛というのは、特定の相手をエリ好みするということじゃなくて、分け隔てのない人類愛のようなものです。
これは本当に人生の完成形のようなものですので、今すぐにはできないという方も多いかもしれませんが、例えば自分とか家族のために行動するっていうことだけじゃなくて、自分よりも大きな存在ですね、つまり自分が住んでいる地域、地方、あと国、それから最終的には地球とか人類全体の幸せのために自分ができることをやっていくということです。それが魚座が目指す生き方であり、人生の最終段階ですので、個人的な幸せにとどまらず、自分がこれから自分よりも大きな存在に貢献することに意識を向けてみてください。これは普段の生き方に現れますので、すでにやっている方は自分なりに地球や人類への貢献となることをやっていると思いますけれども、そんな壮大なビジョンで生きていませんという方は、これをきっかけに自分という存在を使ってこれからどう貢献していくのか、ぜひ考えてみてください。実はこの自分や自分の家族にとどまらず、地域とか国とか社会、人類、地球というふうに貢献の範囲を広げることは究極の開運法です。スピリチュアルではよく宇宙にサポートされるとか、宇宙の流れに味方されるっていうような、そういう表現がされますけれども、宇宙は自分よりも大きな存在への貢献が日々できている人を一番サポートしたいんですね。ぜひそんな生き方を魚座の個性から感じ取ってみてください。今回の動画いかがでしたでしょうか。12番目の星座魚座まで終わって、2回目の12星座のサイクルが一段落しました。2ヶ月継続できた方も、1ヶ月目が初めて終了したという方もいかがだったでしょうか。月は潜在意識とつながっているので、サイクルを繰り返すごとに潜在意識レベルで宇宙の波動と同調できるようになると言われています。ぜひ開運アクションを続けてみてください。大切なことは行動を継続していくことです。今回の動画を見てやってみたいなと思われたアクションをぜひコメント欄に書き込んでみてください。アウトプットした方が実際に行動できる可能性が7倍も上がります。今日の動画が良かった、ためになったと思っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録もお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。スピーチュアリッチ山林がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。